当たり前ですが、交差点で右折するときは、対向車が来ていないときに行きましょう。前の車みたいにね、対向車は見えないね。え？どっから来たの？考えられるなら、バスの影から飛び出てきたとか、単純な見落としとか？たとえ一本道で前の車に詰まろうと、対向車線に出て追い越すのは危ないですよ。油断してなくても事故に巻き込まれかねません。ここは普通の市街地。十字路では、飛び出しに注意しましょう。子供はいないね。行ってよし。飛び出すのが子供だけなんて言い切れるの？一時停止大事。急いでるからって合間を縫って走っちゃ危ないよ。でも、路肩なら車も来なくて安全。と赤い車の運転手さんも思ったようです。危険運転、ダメ絶対。普通に信号待ち。前のピックアップトラックの人たち、荷台に乗れて楽しそう。どんな気分なんだろう？シートベルトなしって。どんな気分なんだろう？救急車は、今日も急いで患者を搬送する。搬送先は天国みたいですね。牽引するための部品を壊れたまま放置してませんか？前の車にその兆候があれば、こんなことが起こるかも。目的地はあっちよ。道路渡らなきゃ。サンズの川を渡るところでしたね。以上、行動トラブルまとめでした。気に入った方は、いいね、とチャンネル登録お願いします。背景の動画は、1906年のサンフランシスコの街並み。見てください、馬車が走ってますよ。それと、初代の自動車っぽいの。人がのこのこ車道を渡ってくるところも驚きですね。さて、この動画の目的は、交通事故の実例を動画で見ながら、その原因、対処法を考察し、交通安全啓発を行う、というものです。そのためにも、シェアをお願いします。また、コメントもお待ちしております。ご視聴、ありがとうございました。